沖縄来たら大阪と東京と比べて常夏やんって思うけど、沖縄の人ダウンジャケットにニット帽をキャブってがち。沖縄宮古島でのカウントダウンライブ、もう大盛り上がりでありがとうございました。ということで今日は2020年元旦でございます。めでたいめでたい、明けましておめでとうございます。ミミチャンネルの皆様、本年もよろしくお願いします。大晦日には毎年やってる初夢、1年後のみんなどうなってたいっていうのをファンの皆さんと一緒にシェアしてるんですが、インスタライブでもやったし、 TwitterX の方でも問いかけをしたらみんなコメントありがとうございます。ちょっといくつか紹介します。芸術で未来を想像したいという翔太さん、そして、アミさん、自分に正直に行動し子供と心の底から笑っていました。ちゃんと過去完了で書いてる。1年後のあなたがこうなってたっていうの問いなんでね。加藤さんは誰かにもらった愛を違う誰かに返した、それが いつか愛をくれた人に返ってきたらいいなくらい愛を動かしたいです。子供たちと孫と楽しく過ごした、孫と現場に行った幸子さん。そんな感じで、皆さんの夢もシェアしてくれてありがとう。絶対それ実現しますように、もしくは、実現に向かって確実に進めますように。さてミンミチームはどうなっているか聞いてみたいと思います。カメラマン小池氏ありますか。2024年今年のですね、年末こうなってるぞ、こうなってた。最低でもですよ、最低でも。ミミチャンネル、ミミチャンネル10万人突破します。10万人しました、突破しました。おー、10万人突破したらみんなちょっと祝いたいですね。私のおにぎりを作ってみんなで食べる会みたいな。あ、いいですね。それ緩いので、はい、みんなでイストリーゲームするとかでもいいですか。はい、フルーツバスケット、フルーツバスケット、はい、はい、私2024年いっぱいあります。とにかくライブをしまくった、歌いまくった、歌を作りまくった。最低でも私は33本歌った。ワンマンライブを大成功させた、はい、大盛り上がりでしたね。大盛り上がりでしたね。もうめちゃくちゃ盛り上がって最高やなって言って、もうまた来年もやろうなって言って。続いて私のマネージャー盛り上げさんに聞いてみたいと思います。盛り上げさんお願いします。あ、盛り上げさんちゃんと初夢ステッカーに書いてます。じゃあ私聞きますよ。2024年今年の暮れですね、大晦日、はい、盛り上げさんはどうなってますか。今年2024年盛り上げは自己表現できる、自分の思いを相手に伝えれる人になりましたです。イメージあるんですか、こういうこと言える人になりたいみたいな。まあ仕事もプライベートもどちらもですが、うんうん、なかなかやっぱ自分の思ってることを言えない、うん、遠慮してるとか、うん、それをまあ2024年は自分なりに、はい、うん、相手に気持ちを伝えれるように、はいはい、なりましたですね。なりました。 OK、はい、一歩ね、今までの自分より一個行動するっていう勇気になるシェアだと思います。ありがとうございます。これをシェアしてくれたこと自体がもう表現力になってますからね、はい、ありがとうございます。ということでミミチームのみんなと、そして見てくれてるみんなと、今年2024年一歩踏み出す、行動できる年にして、この1年の締めくくりに最高の1年やったなって言ってみんなで祝いたいですね。ということでポジティブバイブスガンガン送っていきたいと思います。ミミズフリーダム、チャンネル登録、そしていいね、コメント、ぜひよろしくお願いします。今年も一年よろしくお願いします。